いや、続きやっていきまーす。次もオリジナルコースのアルザスビレッジ。タイトな上り右コーナー、ターン1は 50m マーカーボードを手前運転手にブレーキング。エイペックス付近は路面の傾きが変化して視点を揺らしやすいので、慎重な操作を心がけましょう。高速左コーナー、ターン2を抜けた後のターン3は、コーナー直前のゲートを目印にブレーキング開始し、センターラインに沿うように減速します。立ち上がりでは路面の傾きが変化するので慎重にアクセルを開けていきましょう。右車線に車を寄せてターン4に進入します。ミドルラインを走行したらコーナー中盤でアクセルを緩めてイペックスを通過。その後はアクセルを全開して脱出しましょう。はい、行きまーす。アルザスビレッジ、ここは15ラップ耐久以来ですね。で、どこまで走るんだ？多分まだだよね。で、あ、インに入りすぎた、入りすぎた。おい、ダメダメだ、また。ダメだな、全然攻めきれてねえわ。直角右コーナーのターン後は縁石の始まりの目印にブレーキング。エイペックス手前からアクセルを開けて脱出速度を稼ぎましょう。ターン7は右側の20ガードレールの目印にブレーキング。ゲートのあたりでエイペックスを通り、パーシャルポストの方へ向かうように立ち上がります。ターン8はバンクのついた右曲がりコンボスコーナーです。 50m マーカーボードを目印にターンインしたら、路面のセンターラインに沿ってパーシャルスロットでコーナリングします。インガーの縁石が途切れたあたりで右に寄り、そのまま右のターン9でアクセル全開でクリアしましょう。はい、で、なんだっけ、もう目印のこととか忘れちゃったわ。感覚で走る、はい、感覚で走ります。滑る、ダメ、おー、危ね、スピンするかと思ったわ、また。はーい、と抜けて、あそこがゴール、はい、ゴールでーす。なんかデイリーワークアウトってあったから、日付変わってんじゃん、もう。はい、アクセル全開でターン10進入して、エイペックス手前でブレーキング開始。そのままヘアピンコーナーターン11に進入します。コーナー中盤までブレーキを残して車の向きを変えていきましょう。アウト側の縁石が見えてきたらアクセル開けてクリアします。途中の急な上り坂になっているターン12はアクセル奥で進入、クラクションを失わないように慎重にアクセル操作しましょう。下り坂になったらターン15のエイペックスで直線的にブレーキング、センターラインに沿って回り込みながらブレーキングしてターン16を小さく回ります。脱出したらそのまま最終コーナーターン17を直線的に通過しましょう。おい、左からのヘアピン、はい、はい、あ、はい、で、はい、あ、アクセル全開でいけたかもな。で、試験、滑る、滑る、あっと、おい、危なっかしいな、ぶつかる滑るってなんだよ。チャレンジやっていきましょう。58秒、よーし、はい、あ、滑る、楽な操作はやばい。よし、で、曲がっての、3まで落ちた。よし、あー、膨らむ、ダメ、ひ
でえな、このコーナリングは。はい、おお、よし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 、よくないけど、よしよし。はい、上がって、おお、ヘリが通過してる。回り込んじゃう。お、危なっかしいな、動きが。えで、あとは最後の試験に、はい、はい、タイム的には余裕。ところどころ危なっかしいところあったけど、よーし、オッケーオッケー。だからね、いつも通りとりあえずゴールタイムを取ることを目標にしてますと。で、車がルノーの RS。 はい、フラッフラじゃん、もうコーナリングマシンなのかな。結構曲がるもんね。アウトに膨らむ、ダメダメとか言ってるところ、うん、まあ普通に上がっていきますと。で、うんうん、あ、ヒリ追尾してるんだ、タイムアタックの時は。ご丁寧に。にしてもフラッフラしてんな。まあバンク抜けて、うん、のどかなステージだね、ここも。自然に囲まれて、うん、ここはイン巻き込んじゃったって。単純にイン側に濡れすぎちゃった。で、こう登って下っての試験員のブレーキング、うん、でコントロールライン追加と。 OK、 アルザスビレッジもクリアしました。おーい、じゃあプレゼントカーは何でしょう。なんだ、持ってるやつがあるぞ。コアストンのグループ3、バンテージの方は持ってたっけ、持ってなかったっけ、わかんねえな、もう。はいはいはい、よーし、やっていきましょう。